校文化政策学部のフェアトレードの皆さんと一緒にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。小森屋さん、フェアトレードってご存知ですか？全然わかんない。じゃあちょっとその説明をしていただきましょう。お願いします。フェアトレードとは発展途上国の人たちを支援する貿易の仕組みのことです。例えば皆さん、チョコレートは何が原料でできていると思いますか？カカオ。カカオですね、はい。カカオ豆は実は発展途上国で作られています。その発展途上国の人たちは、カカオ豆を実際は市場の価格より低く買い叩かれているという実情があるんですね。ですので、その人々たちはいつまでも貧困に苦しんでいるという背景があります。フェアトレードはその貧困の人たちを救う貿易の仕組みです。私たちが何かその商品を買うと発展途上国の人たちを助けられる、はい、ということですか？フェアトレードの商品は適正な価格で取引がされていると、その保証があります。フェアトレードプレミアムという奨励金もあって、その奨励金はその地域の学校の建設、衛生状況の改善であったり、例えば児童労働がされていたらその地域はその児童たちが学校に行けるようにするなど、そういうことができるようになっています。明日からあるイベントがあるということで、その紹介もお願いします。明日、イオンのチョコレートインスタグラムをフォローしていただいた方に無料で配布するという企画を行います。来週からまた違うイベントがありまして。もう何ですか？はい、もうようやく他の12月4日から8日まで17号館の前で、こちらですね、昼休みにフェアトレードウィークを開催しています。ここにありますチョコレートやコーヒーやハニーティーなど販売しております。これは南米のペルーとかボリビアで採れたフェアトレードの有機栽培されたカカオ豆を使った商品になってます。結構面白い味が多くて、抹茶とかザクロとか、こういういろんなフレーバーもあるので、もしよかったら見に来てください。ぜひ来てね、よろしく。はい、お待ちしてます。お願いします。